かけて赤霊たちがその目に映してきた。これは川と人との物語です。Thank you.
ずっちゃお金もだんない昔から怖いものっていえば地震、雷、火事、大雨って相場決まってたし水入ってねえねえこれは確か水っちゃ人が生きていくのになくて何年もだから入ってねえねえかなって俺思ったかな近頃ない広瀬川見てるとこの川もなく間にいろんなことあったんだれない誰にも負けずに長い続けてみんなのとこ癒して助けてくちなんだもんないありがとうってそんな思いで見つめてるとないこの広瀬川のせせらぎの中からガウガレ東北負けんな福島なんて聞こえてくるんでいいかい聞いてみてくなんしょそんな水の大切さやふるさとの思いをおらまに与えてきた広瀬川の昔語ったら聞いてくなんしょないどうぞ昔昔あの頃はみんなほんと幸せだった山も幸せ川も幸せおんじゃら人も幸せ木も草も魚だってみんなうつるしくて光ってただだけんちゃも人間わかんねえもんだないなりとこいつが当たり目だと思つまの山の恩義だり川のありがたさなんてされますけどだね水なんかずっと三百も流れてたたちまちうつるしくなってまなんではいや山は引きずるわ川はこきたりぬしるわ人でこさごみ投げるわしてない自然のさだをふざにしちまったいや川はきいもんなことにない汚されてきろ汚されてくって何も叫んでも人は聞く耳もだにだった答えて言いたんだったらないある日とうとう川ぶち切れちまったこれからはおめの言うことよく聞くかなそしてまた美しい川いやまたまた美しい山が見せてみせるから逃げ出すよってはそれからつもの群れる者たち楽しめ
演奏、柳川交響吹奏楽団コーラス、混声合唱団コールアンポ、柳川女性コーラス、混声合唱団広瀬、伊達市役所合唱団、伊達市商工会青年部、語り横山幸子、太鼓吉田勝夫と門下生、作曲板垣忠直、作詞横山恒夫、そして指揮を板垣忠直でお送りいたしました。オラトリオ水の微笑みはただいまをもちまして終了いたします。どうもありがとうございました。